それは、ティムトムがあの日酔っ払いながら家に帰っていた時だ。じゃあ何とり、また何かあったら呼んでくれや。あいよ、ありがとうねユーミ。さて、仕事も終わったし、家帰ってたくさん酒でも飲むか。あや、あそこにいるのは。ほら、どうすんのよ、しもべになるの、ならないの。本当にこいつと一緒になりたいんなら、しもべになるの一択しかないじゃない。おい、何やってんだよパルシー。あら、誰かと思えばリュウリじゃないの。ずいぶん久しぶりじゃない？相変わらずお酒を浴びるほど飲んでるのかしら。前置きはどうでもいい。お前、ティムトムに一体何してやがる？お前こないだ羊の子に吹き飛ばされたって聞いたぞ。お前、一体何を？見てわからないかしら。これからティムトムと結婚をするのよ。結婚？お前、何言ってんだ。自分が何を言ってるのかわかってんのか。何よ、あたしが異常だって言いたいのかしら。あたしはいたって真剣だしまともよ。だってあのメス羊が悪いんですもの。そうか、あの時あいつが私を警戒してた理由がわかったぞ。お前のそういうところだぞ。悪いことは言わねえ。こんなことはやめろ。後々大変なことになるぞ。やめるわけないじゃない。だってせっかく手に入るのよ。だったら今、奪う時じゃない。このチャンスを逃したらもう二度と奪えなくなるのよ。だから、奪うのよ。そしてあのメス羊には二度とこいつと関われない悲しみを。死ぬまで背負わせないと意味がないのよ。さなえ、わかるわよね。あんたが言ったんでしょ。あのメス羊がこいつと一緒にいるのが許せないんだって。だったらもう、答えは一つでしょ。しもべになればこいつとずっと関われるのよ。ほら、あんたたちもよ。そこにいたのは、あいつらだった。あいつらって。お前らは。パルシーさん、さっきの話は本当ですか？サナエも、一体どういうこと？ふふ、こいつらもこのサナエと一緒、ティムトムと一緒にいたい奴らよ。他にもいるんだけど、今はこいつらくらいね。ほらサナエ、あとはあんただけよ。こいつら二人は受け入れたんだから。ああ、もうわかりました。わかりましたよー。しもべになりますよ。なればいいんでしょ。面倒くさいんですよもう。本当はものす。僕嫌なんですけど、うぷ主さんと関われなくなるのが嫌だからなりますよ。あんたなんなのよ。ムカつく言い方ね。まあいいわ。裏切ったりしないならね。さてと、これで準備は完了ね。狂ってやがる。なんとでも言いなさい。あたしは自分の欲しいものを手に入れるだけ。ユーミ、あんたが見たことは全部。誰にも話さないでちょうだい。特にサトリ。心を読めるあいつが一番立ちが悪いから。はぁ？何言ってんだお前。そんなことできるわけねえだろ。今起きてることを絶対バラしてやる。それで私は、バラしたらティムトムを殺すと脅されてな。だったら力ずくで止めてやるって言って、パルシーに向かって行ったんだ。だけどな、それに驚いたサナエたちが泣きながら、パルシーの言う通りにしてくれって懇願されてな。それで、言う通りにしちゃったんだね。ああ、それでティムトムをあの厳重な地下に閉じ込めたんだ。あいつからの強い要望でな。それにプラスアルファ、悟りたちに心読まれないように遠いところに行ってたんだ。そんなの、ダメだよ。どれだけ幻想郷が大変だったと思ってるの。あの子がティムトムがいなくなって、どれだけ寂しい思いをしてきたかわかってるの。ああ、取り返しがつかないことをしちまったんだよ。それで、姿自体は見えなかったんだが、ヒカルの姉とやらに説得されて、それで、今回お前に言っておこうと思って。ヒカルのお姉さん。よくわかんねえけど、誰にでも股を開きそうな女だろうな。そっか、でも次の運動はしているんでしょ。それだったら、私も一緒に行くから。本当にいいのか？ありがとうな。というわけらしいっすよ。だけど、黒は黒よ。ユーミさんのしたことは決して許されることではありませんから。まあ、そうっすね。しかし、償おうという姿勢は褒めておきましょう。私は戻りますね。やれやれ。父様は真面目だな。了解っす。万里恋ですよ。わかってますってば、もう戻っていいですから。いい方向に進んでんじゃないか。もう少ししたらティムトムが見つかりそうだ。ティムトム、あんたがここに戻ってくるのを楽しみに待ってるよ。よかったわ。あのユーミというと、自分の罪を償う気になったのね。今回の幻想であり、パルシーっていう人に言われて、ずっと言えないままでいたみたいだけど、ありがとう。罪を償う勇気を持ってくれて。
開くって何なのかしら。あのさ、ジムトムのことをさらったやついるじゃん。いるね。それとさ、ジムトムのことを探すのに協力しない人たちもいるじゃん。いるね、いるね。そいつらみんなボコボコにしてやりたいよね。トラップまみれにしてさ。めっちゃくちゃいいね。なんか最近、ジムトムくんの悪口ばっかりだからすっごく痛めつけたかったんだよね。よかったよかった。これ小石にも提案してもいいのかな。ほどほどにしときなさいよ。あ、ホタテさんだ。ホタテさんやっこ。なんでだって言ってるでしょ。まったく、あいつね、私の名前を間違えて教えたの。いつまで経ってもホタテホタテばっかり言って。ま、そんなあいつのことは嫌いじゃないけど、それより、あんたたちなんか企んでなかった。他の奴らをボコボコにするって。ジーン、企んでたんだよ。ジムトムくんの捜索を手伝わない奴を、もちろん、犯人って言われてるあの人もそうなんだけどね。ふん、本音を言うとほどほどにしてもらいたいんだけど、そんなにボコボコにしたいんだったら、私の同僚のあのカラス天狗にしときなさい。ああ、あのデタラメな新聞を書いてるあの人でしょ。そうそう、あいつジムトムのことを毛嫌いしてあることないこと書いたりするウルトラバカだから、徹底的にやってほしいのよ。ジーン、お望み通りやってあげるよ。よかったわ。よろしくね。オッケーオッケー、任せてちょうだい。なんなのなんなのあいつら、私たちをボコボコにするって、あんな奴を探す必要が全くないのになんでそんなことされなきゃいけないの。許さない、ジムトムと一緒に徹底的に痛めつけてやる。へぇ、トムくんもロトもボコボコにしたいんだ。いいですよ、その代わり私たちが黙っていませんからね。ミッサン、ミッサン、おい、ミッサンって。どうしたん、スズナさん。胸が大きくなったのか。胸の話なんかどうでもいいんだよ。それよりも大事な話があんだよ。大事な話、これだよ。この婚姻届を見てほしい。おい、これって一体どういうことなんだ。私にもよくわからん。確かにそうやって書いてあるんだよ。そうか。まあ、ジムトムさんって確かヒカルちゃんと一緒じゃなかったっけ。なんだって、あのパルパル女の名前が書かれているんだ。わかんないけど。脅迫か。ミッサン、どうする。もしかすると、その可能性があるかもしれんが。結局こうやって書類が出されてるからな。受理するっけねえだろう。ジムトムさん、何があったんだろうな。今回の行方不明の件ともしかすると、大いにありだな。これがいい証拠だと思うぜ。鈴名さんなら見たことがあるだろう。あの二人はいつも一緒だった。それがある日、ジムトムさんが行方不明になったと思ったら、こいつがここに届いた。となると、かなりまずいんぜ。あの子、すっごく涙もろい子だって。あれ、なんだこれは、なんか文字が浮かび上がってるぞ。え、そんなことってあんの？え、嘘だろ、文字が。文字が。あ、ははーん、そういうことね。ジムトムさんね、味な真似をしやがって。へぇ、面白いことやってくれるじゃん。なあ、ミッサン。これからどうするのさ。あの人たちには申し訳ないけど。きっとこれは作戦なんだろうな。乗ってやろうぜ。スターちゃん聞いて、もう少しでウプ主さんが解放されるかもだって。ついに。一体どこ情報？それがね、小町さんからの情報だったの。前にレミリアさんに会った時に聞いたんですって。今まで反対派の仲間のふりをしてて、本当はウプ主さんの捜索に協力的だったみたい。あれだけティムトムのことを悪く言っていたのに。不思議ね。でもこれで幻想郷も安心ね。ヒカルもきっと泣いて喜ぶわ。そこまでは良かったんだけどね。でも、あれを見てごらんなさいよ。結局、あの人たち何にもやってくれなかったわよね。チルノちゃん、サニーちゃん、ルナちゃん、シャメイマルさん、カセンさん、フトちゃん、あの6人は誰も協力してくれなかったよね。あんな人たち、本当に痛い目に遭えばいいのに、なんであんな風に。どうする、あいつらティムトムが戻ったらうんと痛い目に遭わせる。大妖精、どうし、あなた一体どうしたの。その顔、チルノちゃん、サニーちゃん、ルナちゃん、シャメイマルさん、カセンさん、フトちゃん、チルノちゃん、サニーちゃん、ルナちゃん、シャメイマルさん、カセンさん、フトちゃん、チルノちゃん、サニーちゃん、ルナちゃん、シャメイマルさん、カセンさん、フトちゃん。だからどうしたのよ大妖精。散々ウプ主さんに動画を出してもらっていたのに、ああいう態度を取るっていうのなら、私が、懲らしめる。